アイテム番号。SCP-20。オブジェクトクラス。ケ。テル。特別収容プロトコル。SCP-20 のサンプルは直径 1M、高さ 1M の密封した円筒型培養層に保存してください。培養層は密閉した収容室に置き、エアロック経由でのみ入室できるようにします。栄養管理は自動化されたロボット操作のシステム経由で行いますが、これは培養層を常に密閉しておかなければならないからです。機密監視カメラを収容室内に設置するので、状態が万全か必ず毎日確認してください。収容室に入る職員は必ず全員、リブレイザーを含む生物防護レベル5装備を身につけ、退室時に対菌類消毒を完全に受けてください。説明。SCP-20 は急速に繁殖する新菌類であり、生きている動物の感覚と行動に影響を与えることができ、それには人間も含まれます。SCP-020 のサンプルは目視観察から事実事要不可視状態になるという未知の作用を呈しており、これは顕微鏡で観察した場合であってもです。SCP-20 が人間から見えるのは写真や監視ビデオを通しての場合のみです。一旦 SCP-20 がコロニーを、大体は人間の居室内で、形成したら、周囲の人間の行動に影響を与える胞子を産出します。影響対象は家の温度と湿度を上げ出すことになりますが、これにより SCP-20 の成長により良い環境を作られます。そして多くの場合以前より社交的にもなり、しばしば知人を家に招待し、菌はさらに拡散されることになります。胞子とコロニーは影響対象からは不可視なので、カビは時には直接生体需要で成長します。家の中の胞子とコロニーの密集度が危険域にまで達すると、影響下の人物の健康状態は急速に悪化し、結果として死ぬことになります。もしかしたらさらなるカビの拡散が、緊急要員や救急隊員が対象の死体と遭遇した際や、死体を死体安置所に運ぶ際に起きるかもしれません。SCP-020 との遭遇が最初にあったのは、データ削除済み、でのことで、ある SCP の覆面工作員がそこの地方病院で働いている職員の人格に劇的な変化があることに注目しました。収容チームが調査したところ、今日の住民が感染していることが判明しましたが、それはその町の住民の大多数になります。全住民を処分し、激しい森林火災に偽装して町は焼却しました。今日に至るまで、12の SCP-020 のアウトブレイクが報告されています。調査は現在進行中で、アウトブレイクの源は何か、そしてその予防を成し得るような方策は何かを究明しようと努めています。ホイ021。最初の SCP-020 収容である、データ削除済み、での収容の間に機動部隊、データ削除済み、の任務レコーダーに収められた音声と画像からの抜粋。チーム、2、赤い家屋に移動する。了解、UAV、1が熱門補足機運。チーム、2到着、待機 CBR、罵声。ドアが開いたぞ。この時点で、住民女性が戸口に姿を現し、手にはキッチンナイフ。彼女の顔のほぼ3分の2が繁殖したカビで覆われているのが映像より見て取れる。ああ、こんにちは、皆さん。中で一息つかれてはどう？地面に伏せるんだ。武器を捨てろ。くだらないこと言わないで。入って、ちょっと休んで。そこで止まれ。武器を捨てろ。私たちはお客さんをお迎えしたいだけよ。どうぞ、入って。罵声、武器を捨てろ。この時点でかと思われるが、感染住民は T24 が準備済みの火炎放射器を携帯していることに気づいたらしく、ナイフを手にチームメンバーへと突撃。住民女性。データ削除済み。T2、リート、撃て、撃て。銃声、悲鳴、